加藤則文は日本の政治家、参議院議員を務めた。1971年に中央大学小学部卒業し、実父加藤武則岡山県知事の政務秘書に就任。父の下で参議院議員公設第一秘書や自治大臣秘書官を歴任した。父の引退に伴い、1992年の第16回参議院議員通常選挙に、 岡山県選挙区へ自由民主党公認で出馬し初当選。派閥は、おじの加藤武むが主催する聖魔界に属したが、翌1993年、おじ、六月ら加藤グループの議員が自民党を離党する際には、倉田博之、宮里松田田らと共に、これに同調せず、自民党に残り、その後、渡辺派に加わった。1995年8月、 村山改造内閣で、同じ岡山県選出である、橋本隆太郎通産省の下で、通産政務次官、1997年9月からは、谷垣定一科学技術庁長官の下で、科学技術政務次官を務めた。1998年、第18回参議院議員通常選挙で再選。1999年、村上、加盟派の旗揚げに参加。 2001年1月、参院、経済産業委員会初代委員長。2002年10月、同じ岡山選出の参院議員である、片山虎之助総務大臣の下で、総務副大臣を務めた。2004年、第20回参議院議員通常選挙で一陸となった岡山県選挙区で枝さつきに惨敗し、落選した。 2019年5月21日発令の春の除訓で、朝日、重光明を受賞。2020年5月18日、骨髄異形性症候群のため、倉敷市内の病院で死去。71歳を打死没日をもって、生怨位に上される。ありがとうございます。